2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた、コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1-2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1-2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1-7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。
その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。優雅型と出雲型の誕生によって来年にも、日本の空母は4隻体制となるよね。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのか、そして戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのか気になるところだな。そうだね。さて今回は日本の空母の現状と課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2015年10月に実施された、
海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海自最大のイベントであり、当時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲の初登場だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向伊勢に続く3艦目となっていて、出雲は日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したよ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水しており、現在は偽装作業が完了して試験航海も11月に行われ、この加賀が就役したことで、海上自衛隊は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになったんだ。艦艇は長期にわたってドック入りする整備期間や乗員の訓練期間、そして実戦投入が可能な期間を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになったみたい。しかし、実はこの日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、まず、この動画を見ている人の中には日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いだろうな。しかし、それは完全な誤解であり、海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっているぜ。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれているからな。この航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルとなっており、出雲が就役するまでは海自最大の艦艇として君臨していたよ。主な艦載機は SH-60JKC ホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に初着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能なんだ。そして日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であり、そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的なんだ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルと、前述した通り日向型よりも一回り大きく、SH-60JK を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能となっているぜ。しかし日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されておらず、そのため潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになるわけだ。そして F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型出雲型は共に手術室と集中治療室を備えているけど、病床は日向型8床に対し出雲型は35床も準備していて、そのため当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろうと考えられるよ。また出雲型の方が飛行甲板も広く、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利であり、これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、日向型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能ってわけだ。そして日向型と出雲型の両艦いずれも SH-60JK の他に大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させ、しかも必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイ、CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるぜ。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦で、上陸作戦に特化していて、ヘリコプターの発着艦も可能だが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、
一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったよ。有事では第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだね。大隅型が登場する前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していて、日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。それまでの海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなったわけだ。特に米海軍でもよく目にする LCAC 船艇は最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3から4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だな。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースまだ確保されているよ。一方、装備面では73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだな。また、海事艦艇として初となる全通式艦板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能となり、最近では改修工事も入り V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったぜ。ただし、前途したように航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると航空運用能力は極めて限定的なんだ。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けたよ。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能だよな。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は国家の威信財力の象徴としてみなされることが多く、すでにそうした風潮は強く現れており、旧型出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだからね。攻撃は最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなのだから、もっと理解するべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1に式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの1に式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないよな。さて今回はそんな1に式地対艦誘導弾頭の能力向上型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この1に式地対艦誘導弾らは、双輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射塔を搭載する形式の兵器であり、その仕様は地発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているよ。
現状の1二式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているんだ。このようにオリジナルの1二式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるね。これに対し改良型である1二式地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないぜ。さらに1二式地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるわけだ。これによって1二式地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうな。今回1二式地対艦誘導弾等の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったよね。これは1二式地対艦誘導弾等の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だと思う。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判だろうな。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないからな。1二式地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だけど、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているみたい。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原レイセオン社が生産している兵器だけど、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているよ。したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたぜ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況ってわけだ。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるよ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったけど、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているんだ。
これは今から見ればわずか10年ほど前のことだが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているぜ。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうな。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるわけだ。現在、日本が人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書といわれるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているよ。いわゆる安保関連の3文書は、上位の藻から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するんだ。国家安全保障戦略ではこれら人に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を、反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているね。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないぜ。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だよな。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるわけだ。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうな。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうけど、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。